関東地区大学野球選手権大会、総科大2の1横浜商大、準決勝、8日横浜総科大、東京新大学1位、が2試合連続の延長タイブレークを制して横浜商大、神奈川大学2位、にさよなら勝ちし、18年以来6年ぶり12度目の神宮大会出場を決めた。8回まで相手先発を攻略できずにいたが、0対1の9回から死球と安打でつなぎ、 二死満塁から押し出し死球で追いついた。延長10回の守りでは相手打線を無失点に封じた。10回の攻撃では無死一2塁から9番新山秀夫内野手、3年イコール霞ヶ浦、乃木田が投手への内野安打となり、満塁でチャンスを拡大。1番大島正樹外野手、3年イコール鶴ヶケ比、が直球を右前へ運ぶサヨナラだで試合を決めた。 新山が繋いでくれたのでそのおかげで打てた。ちゃんと振った結果がああーなってほっとしましたとすがすがしい表情で振り返った。悲願の神宮大会出場に、また次、今から試合があるのでしっかりここで1位になって良い形で臨みたいとダブルヘッダーで午後4時プレイボール予定の決勝に向けて意気込んだ。